どうも皆さんこんにちは、着松です。本日はですね、ヒルトンホテルはですね、2022年の特別対応をですね、このタイミングで発表しましたので、本日はこちらの解説ね、やっていきたいなというふうに思います。ということで、このタイミングでですね、2022年のですね、ヒルトンホテルのね、ステータス等々のね、特別対応がね、発表されましたということで、かなり早いですよね。まだ9月の中旬ということで、まだね、ヒルトンも IHG もね、他のホテルプログラムですね、この2022年のね、特別対応っていうのは出してないわけなんですけども、ヒルトンホテルはね、いち早く発表してきたっていう感じになるんですよね。で、今回のね、発表内容にはですね、ステータスの延長度もね、含まれておりますので、まあ、ヒルトンホテルね、まあ、今年ヒルトンアメックスね、出ましたので、ヒルトンホテルのステータスね、保有されている方ね、結構いらっしゃるかなというふうに思いますので、ぜひね、最後までご覧いただければなというふうに思います。ということで、早速ね、内容入っていきたいなというふうに思うわけなんですけども、今回のね、発表内容に関しては全部ね、公式サイト概要欄に載せておきますので、確認されたい方はですね、そちらでね、見ていただければなと思います。まずですね、ババッとね、内容を全部先に言ってからですね、ちょっとかいつまんでね、解説していきたいなというふうに思うわけなんですけども、まずステータスの延長がですね、2023年の3月まで延長。ポイントの有効期限が2022年12月31日まで延長。2021年の1年間にね、宿泊した実績を2022年にロールオーバーっていう風になります。で、前年のね、適用分はこちら対象外っていう風になります。で、マイルストーンボーナスが、30泊からね、1万ポイントがもらえて、その後ね、10泊ごとに1万ポイントがね、もらえるっていう形になります。で、40泊するとですね、ゴールドステータスをね、付与できる権利っていうのが獲得できて、70泊するとですね、その権利がダイヤモンドにね、切り替わるっていう形になります。で、2023年のね、ステータスの獲得条件なんですけども、7泊もしくは3滞在、もしくは17,500ベースポイントでシルバーステータス、28泊もしくは14滞在、もしくは52,500ベースポイントの獲得でゴールドステータス、42泊もしくは21滞在、もしくは84,000ベースポイントの獲得でダイヤモンドステータスにね、なれるっていう形になります。ちょっとね、ババッと説明させていただきましたので、かいつまんで解説していきたいなと思うんですけども、まずね、ステータスに関してですね、2023年の3月までね、延長っていう形になりまして、2020年の10月以降にですね、ステータスマッチを行って、で、年をまたいだね、2021年に達成された方はですね、おそらくね、もともと23年の3月までね、ステータス維持できてるかなっていうふうに思いますので、こういった方はね、あんまり影響ないかなっていうふうに思うんですけども、私みたいにですね、2020年の10月以降にステータスマッチを行ったんですけども、私は2020年中にステータスマッチね、完了してダイヤモンドステータスになったんですよね。まあそういった方は2022年の3月まで、ステータスっていう風になりますんで、私の場合はね。ですので、私の場合は1年間ね、もう延長はね、していただけるって言った形になるんですよね。まあこちらですね、人によってね、違うかなっていう風に思うわけなんですけども、今現時点でのね、ステータスが2023年の3月までですね、ステータス延長っていう風になりますんで、こちらはね、かなりありがたい対応だなっていう風に思いますよね。で、ヒルトンアメックスね、保有されている方で、ゴールドステータスね、保有されている方はね、影響はないって言った形になります。でですね、ポイントに関してなんですけども、有効期限がですね、2022年の12月31日までね、延長対応ということで、ポイントね、有効期限切れそうな方もですね、2022年の12月31日まではですね、延長で利用することができます。で、次にロールオーバーですね。このロールオーバーっていうのはですね、宿泊実績を翌年に持ち越すっていう話なんですよね、これね。ですので、この今回ね、発表されている内容ではですね、2021年の宿泊実績を2022年にロールオーバー、まあ引き付けるっていう形になるんですよね。ですので、2021年にですね、仮に20泊していただければですね、2022年はですね、スタートから20泊はね、宿泊実績ある状態でスタートができるっていう形になるんですよね。で、ここでね、注意点なんですけども、
このロールオーバーっていうね特別対応は2020年にも行われてたんですよね。ですのであの宿泊実績をね見て何泊って書いてあると思うんですけども、2020年から2021年に引き継いだ分に関してはですね、それは2022年に持ってくことができないって言い形になりますんで、この点はね注意しておいていただければなというふうに思います。それでは次にですね、ステータスに関してなんですけども、先ほどね読み上げさせていただいたこちらですね、7泊オア3滞在オア17,500ベースポイントでシルバーステータスということで、まあそれ以外にもゴールドダイヤモンド記載あると思うんですけども、まあこちらに関してはですね2021年よりかはですね少し厳しくなってるっていった形になります。2021年はね完全に必要条件から半分でねステータス獲得することができたんですけども、それよりかはですねちょっと厳しくなってるって言った形になります。ですので私の場合はですね、ヒルトンのダイヤモンドステータスっていうのは2023年の3月末まででね終了って言った形になりますんで、もしねそれ以降ね維持するにはですね2022年に今年まだ1泊しかしておりませんので、ロールオーバーしてもらえるのは1泊、今このままでいくとね1泊って言った形になりますんで、ダイヤモンドを維持するためにはですね2022年ね41泊ねしないと、ダイヤモンドステータスはね維持することができないっていう形になるんですよね。いやね結構厳しいですねちょっとね私マリオットのねプラチナステータスもね保有しておりまして、まあ、ヒルトンのねダイヤモンドステータスも維持したいんですけども、2021年に関してはですねヒルトンホテルに関しては宿泊実績を2倍みたいなねキャンペーンはありませんでしたので、まあ、ちょっとね2022年ね厳しいかなっていう感じがねしますよね。まあヒルトンねアメックスのプレミアムカードね私保有しておりますんで、まあ、決済額詰めればねいいんですけども、ちょっとね決済額積むことも厳しそうなんで、まあちょっとねこちらは2022年ね考えていきたいなというふうに思っております。ということで今回ねヒルトンホテルが2022年の特別対応ね早々に発表いたしましたので動画解説ねさせていただいたわけなんですけども、いや本当にねこんな早い発表でびっくりですよね。まだ9月ですからね。他のホテルプログラムもね今のところ発表されておりませんし、確か去年マリオットをね発表したのもかなり後の方だった気がするんですよね。ですんでねヒルトンホテルがこんだけ早くね発表したっていう風になりますんで、マリオットもねある程度早くね2022年のね特別対応があるのであればね発表されてくるのではないのかなっていう風に思ってるんですよね。まあこれはちょっと私のね完全な予想にはなっているわけなんですけども、で私の動画でね話をさせていただいているアメリカ国内のねヒルトンホテルの朝食特典がダイヤモンドゴールド以上の方はね朝食つきますよね。まあこれが今ホテルクレジットでね付与されているわけなんですけども、まあこちらはですね2021年内にですね終了っていった形でね今のところアナウンスがされておりまして、このまま終わるんですかね。特にねこちらに関してもね延長するとかなんとかみたいなねそういった記載はありませんので、まあ今回ね2021年いっぱいでねこの対応も終わるっていった形になりますかね。まあこちらについてはですねまたね情報が出ましたら動画ね出したいと思っておりますので、ぜひねチェックしてみていただければなと思います。ということで今回の動画ねこんな感じで終わりたいなというふうに思います。この動画が役に立った方はいいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやっておりますんでフォローチェックしてあげるととても嬉しいです。私のチャンネルですね、こういった ANA マイル、JAL マイル、お得情報、クレジットカード、マリオットボンボンホテル、ヒルトンホテルのことについてね、発信させていただいておりますんで、チャンネル登録してない方はですね、ぜひチャンネル登録していただけるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。